で、それ以外にもギミックが盛りだくさんになっていて、これは作るのがめちゃくちゃ楽しみです。チャンネル登録およびメンバーシップへの登録をお願いします。皆さんこっちです。ジェスオルゴブルダラユイラ。はい、今回紹介するレゴはこちら、レゴアイコニック銀河探検隊です。はい、今回はこちらを組み立ててレビューしたいと思います。はい、ついにこちらを組み立てる時がやってまいりました。こちらは今年の夏に Amazon のプライムセールで買いました。これは僕が2級建築士の製図試験が終わった時に作ると決めていましたので、作るのがめちゃくちゃ楽しみです。はい、外箱はこのようになっていて、僕オールドレゴについてはあんまよくわかんないんですけど、昔のレゴのパッケージをオマージュしているところがなかなか凝ってると思います。で、ここに 90 years of play って書いてあるんですけど、こちらのレゴ銀河探検隊はレゴ誕生90周年記念に発売されたレゴになっております。昔発売されたオールドレゴが現代風にリメイクされてるのめちゃめちゃいいと思います。このパッケージの大型宇宙船がとにかくでかくてかっこいいですよね。はい、箱の後ろはこのようになっていて、もう情報量がすごい多いですよね。こちらの定価は 14,980円で、ピース数は1254個です。確か今レゴストアのブラックフライデーセールでこれが1万円切って販売されていますので、気になった方は早めの購入をおすすめします。では開けましょう。おお、もうパーツがちょっと見えづらいんですけど、パーツがびっしりと入っております。せいのいよっと、おおおうわわわわ、すごい。はい、中にはパーツが入った袋が全部で9個と、黒い大型のプレートパーツが1つと説明書が入っております。ではこちらの銀河探検隊を組み立てます。
船は見た目はオールドレゴで、中身や構造についてはテクニックとかが使われていますので、今と昔の融合みたいな感じでめちゃくちゃ素晴らしいと思います。いや、これはカラフルに見えていいですね。で、あとこれ気づいてる人いると思うんですけど、このカラーで目いっぱい持ってきて、で下げますと。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ。